ベルナルド・コンラーディは、イタリア・トスカーナ州、シエーナ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。元イタリア代表で、国内問わず、10チーム以上を渡り歩いたストライカー。1993年、地元のクラブチームシエーナでキャリアをスタート。空中戦や、ポストプレーを得意として活躍。その後イタリアのクラブチームを転々とし、 イタリア代表にも招集される。2000年にインテルとの共同購入の形でキエボへ移籍し、セリエ A 昇格に貢献すると、2002年には残りの所有権を購入したインテルに完全移籍した。しかし、直後にインテルがラツィオからエルナンクレスポを獲得したため、移籍金の一部として入れ替わりにラツィオへ移籍。結局インテルでは、 UEFA チャンピオンズリーグ2002から03のスポルティング CP 戦1試合に出場しただけで国内リーグ戦の出場はなかった。2001年のガイスカ・メンディエタの移籍金の未払い分の生産として2004から05シーズンにステファノ・フィオーレと共にリーガ・エスパニョーラ・バレンシア移籍したが、同国人のクラウディオ・ラニエル監督解任後は出場機会を失い、 結局メンディエタのラツヨ遺跡と同様フィオーレともども国外遺跡は大失敗に終わった。翌シーズンにはパルマへレンタル遺跡。2006から07シーズンからはマンチェスターシティへ完全遺跡。2007から08シーズンは大量補強を完工したマンチェスターシティを離れ再びパルマにレンタル遺跡。2008から09シーズンからレジーナに完全遺跡。 レッチーナのセリエビー広角に伴い、2009から10シーズンからはウディネーゼに移籍。当初は別の背番号をつける予定だったが、背番号9をつけていたナイジェリア人 FW オディオン・イガロが譲ったため9をつけることになった。2012年にモントリオール・インパクトへ移籍。2003年にクリスティアン・ビエリの後継者候補としてイタリア代表に招集された。 13試合に得点の結果を残し、ユーロ2004のエントリーメンバーに選出された。当時の所属クラブのバレンシア定名に加えるカトーニやア,アルベルト・ジェラルディーノの台頭により、マルチェロ・リッピ監督就任を機に代表に招集されることもなくなってしまった。ありがとうございます。